パーティーメガネこと岸田文雄でございます。ところで、私が国会答弁で一番大事にしていることは何か。それは逃げることです。野党議員の厳しい追及からのらりくらりと逃げて、時間を稼いで答弁を終わらすことです。もし野党議員の追及にすべて逃げずに正直に答えたとしたら、自民党は吹っ飛んでしまいます。だからのらりくらりと逃げるのです。では国会答弁でどのように逃げたらよいか。まずは、さまざまなという言葉を多用し議論をぼやかすこと。そして次に、を多用し無駄に時間を稼ぐこと。そして次は、首相いつそれをやるのかと迫られた時は適切なタイミングで行いますと言います。当然適切なタイミングは永遠に来ません。以上を駆使して野党から痛いところをめくられないように逃げまくっております。これからもエスケープメガネとして国会答弁頑張っていきたいと思います。逃げる逃げる逃げる。わらしは何よりも逃げることに重点を置いてまいります。エスケープメガネ岸田文雄がお送りいたしました。